いや、コスパは最高だと思いますよ。いや、でも、使いやすさは素晴らしいと思いますよ。いや、もう見た目可愛いじゃないですか。いろんな景色を君と見るのでしょう。私がおばあちゃんになるまで。もうすごい分かりやすい。どの音源を聞いてもこうちゃんとこの音だっていうのが分かるっていうのがすごい使いやすいなって思いました。このサイズでちゃんと低音がしっかり出るんですね。でもそれでもすごい誇張して音圧がめちゃくちゃこうワンワンなるっていう感じではなくて、すごい綺麗にローが聞こえてくるんで、モニターする場合にもすごいいいなって思いました。いや、でも本当にそれぐらい、いや、このサイズであんなにちゃんと聞こえるんだなっていうのが、低音ってだいたいこういうスピーカーだとワン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 なったりとか、あれ聞こえないなってなったり、ハイがめっちゃうるさいみたいな感じになったりすると思うんですけど、すごいバランスが取れた音が聞こえるなって思いました。奥行きもすごい広がりがあるので、結構聞きやすいんじゃないかなって思います。あ、出しました。めちゃくちゃ大きくなるのでびっくりしました。んー、でもやっぱり大きくした時にちゃんと聞こえるなって思いました。いや、形は最高だと思いますよ。これは本当に可愛いし、こんな見た目可愛いし、なんかこういうスピーカーってこうつまみの部分が結構安っぽくなりがちとか、ボタン部分が安っぽくなりがちとかってあると思うんですけど、見てもすごいしっかりしたつまみだし、このなんていうんですかね、視覚的にも分かりやすいように光ってちゃんと入力が選べれるっていうのは本当に これは素晴らしいなって思いました。いや、白は完璧だと思います。いろんなスピーカーとか見てきたけど、こんなに綺麗にインテリアにも馴染むような、こんな綺麗なスピーカー作られたの本当にすごいなって思いました。このメッシュの部分まで白で、ロゴだけ黒っていう、でそのロゴも JBL って書いてあるだけですごいなんかおしゃれだなって思って、で私もこれは飾るように使ってます。結構見た目がやっぱり素敵なので、こうもし友達とか遊びに来た時にこのスピーカーが見えるだけですごいおしゃれだなって思われると思います。なかなかないですよね、この綺麗なデザインとこの価格帯とこの綺麗な音で聞けるスピーカーって絶対他を探してもないんじゃないかなって思います。いや、でも本当ですよ、私 Bluetooth スピーカー欲しいなって思ってたんですよ。結構探してたんですけど、やっぱなんか難しいですよね。 Bluetooth の音質も全然、もう全然というかすごいちゃんとケーブルでつないだ時と同じ音です。問題ないです。なんかすいません、資料を読んであれなんですけど、ちゃんと Bluetooth が 5.0 で入ってるので、もうどんどん性能がやっぱり Bluetooth もどん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 上がってっているから、なんかちょっと間違って Bluetooth 古いもの選んじゃうとすぐ途切れたりとか結構あるんですよね。でなんか再生した時もちょっと遅かったりとかするんですけど、いや、なかなか Bluetooth だけ古い方入れるっていうのって意外とあったりするんですよ。けどちゃんと 5.0 入れてるっていうのがすごい驚きました、最初。私が一番素晴らしいと思ったのはスタンバイモードがついてることです。例えばすぐ Bluetooth のなんかつないで聞きたいっていう時でも認識して音を出してくれるっていうのが素晴らしいなって思って、スタンバイモードがあることによってつけっぱなしにしてても大丈夫っていうのと、
やっぱここがあのつまみの部分とボタンの部分が光ってるので、それも可愛いなって思うポイントでした。3年保証って素晴らしいと思います。なんかだいたい家電とかでも1年保証とかが多いじゃないですか。で使ってても1年終わってすぐ壊れたとかって結構多いと思うんですけど、3年あるんだったら安心ですよね。もうちょっと戻っていいですか、一つお話。あの配信始めた方本当に増えたんですよね。でそのライブ系とかじゃなくて DJ の方でも家に設備を整えてやってる方がすごい増えて、で私本当にそういう方にこのスピーカーめっちゃおすすめしたいなって思ったんですよ。綺麗に音も聞こえるし、何より聞いてて楽しい音が出るので、クラブミュージックでも楽しい音が出るので、そういう方に使いやすいんじゃないかなって。しかも機能が多いじゃないですか。なのでそれがちょっとすごい今回伝えたいなと思って